見て、どう？インテリな感じ？これでいいや。一応これブルーライトカットメガネなんで、ちゃんと意味はありますよ。課題は終わりました。パチパチパチ。でも今日中のね、課題がもう一個あるので、まあそれは変わりながらできます。ちょっと視界が暗く見えるね。朝まで付き合うよ、眠れない夜には。今日大爆食したんですけど、あ、ポテトも食べましたし、かき氷も食べたし、おにぎりは3つ食べたんですけど、5時以降最近できるだけあんま食べないって決めてて、で5時の間にも全部ご飯済ませて、もうレッスンしてお腹空いたんですけど、帰ってあんま食べない予定です。もうかき氷すごかった。なんか結構まあよく行くところっていうかあれなんですけど、なんか割といつもすごい静かで、なんかお昼ぐらいにとかお昼過ぎぐらいに行くと結構マダムとかがいらっしゃったりとか、割となんか店内も静かな雰囲気なので、店内も静かな雰囲気だから、いつも結構静かな感じなんですけど、今日は本当に多国籍で、日本人の人が多分私ともう一人の女の人くらいしかいなくて、あとみんな外国の方、アジアの方いっぱいいたけど、もういろんな言語が飛び交ってて、でまあ店員さんが日本人 だからなんかまあちょっとやっぱりその話、言語通じるのには限界があるんですけど、なんかついに他のお客さんが団体で来た外国の方のと店員さんをつなぐ通訳をし始めて、すごかったです。それでしかもすごい日本語でいっぱい喋ってるなーって方は、外国の2人ともペアで来てたんです。外国の方で、多分中国とか韓国とか近しいアジアの方で、すごい日本語でめっちゃ喋っててすごいなーって思いました。で多分いやその海外のちっちゃい赤ちゃんがいておしぼりを投げてこっち飛んできて可愛かったですね。うん、でもなんかすごく海外の人は気さくでいいと思いました。うん、なんかやっぱ全然違いますよね。っていうか日本っていう文化がちょっと他の国と結構割と全然違うじゃないですか。結構なんだろう、厳格なところが多いから、なんかさ、いや最近思ったんですけど、なんか例えば自分より前の列に、まあ、エスカレーターとかで入れてあげるとするじゃないですか。でまあなんか私がこの前それをした時に、
ありがとうございますじゃなくて、すいませんって言われたんですけど、でもなんかさ、すいません、いやなんか別にそれが悪いことじゃなくて、ちゃんと敬意を持っていただいたんだなって思ったんだけど、なんかさ、これがありがとうって、ありがとうだったらもっと良かったなって思って、だってなんか日本、なんか日本人が使うすいませんがありがとうの意味的なものって、のすいません、すいませんかっこありがとうみたいなやつっていっぱいあるじゃないですか。あれ全部ありがとうにしたらよくないですか。だってなんかすいませんって嫌じゃねって考えながらずっと考えてました。すいませんじゃなくて、すいませんをその時にありがとうって言ってもおかしくない時っていっぱいあるんですよ。ありがとうございますの方が良くないですか。だからなんか規模でかいけど、日本人ってすいませんって言い過ぎなんですよ。下手に出過ぎじゃないですか。なんかバイトしてる時も、私アルバイト経験があるんですけど、自分もすいませんって言っちゃうのよ。で、私アルバイトしてた経験があるんですけど、なんかいや店員さんが下手に出るのもめちゃくちゃおかしいんだよなって思ったんですよ。なんか私結構海外のことに興味があって、なんか海外の旅行 Vlog とかで見るんですけど、なんか割となんかその飲食店、海外だと飲食店の店員さんとお客さんのなんか立場って割と対等な感じで話すんですよ。で、私的にはお客様は神様じゃなくて、もうお客様がお金払うじゃないですか。サービスっていうか、お金払ってその部分提供してるだけだから、対等じゃない？その不思議な上下関係何なんだろうなって。海外に合わす必要があるかどうか分からないけど、まあそれがで、まあ日本のいいところがそれなのかもしれないけど、それがいいところってすごいね。なんかでも私は、でもやっぱ結構割と日本人なタイプなのね。だからさ、感謝の気持ちじゃないのっていうのは、だから感謝の気持ちはお互いに持っていれば対等なわけじゃん。だからまあ私がお客さんだとしたら、お客様ってなんだろう、ファン様みたいな。お客様って変だよねって言ったら、お客さんでいいんだよ。お客様って言わないで。だから私がお客さんだとしたら、お金払って、でお金払った分のものが買い、お金とそのサービスを交換してるだけだから、だからそのサービスを提供してくれてありがとうございますっていうこちら側の気持ちと、店員さんが利用してくれてありがとうございますっていう気持ちを持ってれば対等なわけで、なんかお互い上からん
化したからとかおかしいんだよ。だからお客様は神様っていうの誰が言い始めたのかわからないけど、そんなのはもう論外で、あとさ、いや敬語、韓国語とかも確かさ丁寧な言葉とか言葉遣いがあった気がするんだけど、日本語もなんか敬語とかさ謙譲語とか丁寧語とかがあるわけじゃないですか。で、それっていつからできたんだろうなって。思いました。なんか敬語がない言語とかもあるから、いやまあそう、そうそう、古文にも敬語があるんですよ。私古文高校の時ずっとやってたんですけど、すごい覚えるの大変だったけど、でも私も結構ずっと運動をやって育ってきたから割と体育会系ではあって、まあこんなことをね考えながらいつも過ごしてるわけでございますけど、ああ神様の前で歌うつもりでステージに立とう。神様の前で歌うつもりってどういうこと？ササジありがとう。雪降ったかな北海道は。ちょっと頭がバカ野郎なんで私ちょっと理解できなかった。神様の前でステージに、神様とか神様とか信じてる？神様はいるかどうかわからないけど、神様はいるかどうかわからないけど、なんかお守りとかいっぱい買っちゃうかも。この前お祓いとか行ったし、っていうかなんかもともと神社とかお寺巡るのが好きだから、なんかそういうなんかすごい神聖に な気持ち、心が気持ちよくなれる場所が結構好きだから、神様がいるかっていうのとかどうかよりは、なんかそういう歴史ある場所とかに興味があってそういうのが好きっていう感じですね。なんか行かなきゃよかったってならないから、神社とかで、その気持ちだけでも御朱印最近集めてんですよ。私出張公演で大阪奈良行った時に、奈良公演の次の日に早朝にエリコともかと東大寺に行ったんですけど、その時に始めました。だから大仏の絵が描いてある可愛い御朱印帳を持ってます。そう、なんか鼻の穴みたいなやつくぐってきましたよ。
多分全出張公演に出たメンバーの中で私とモカとエリコが一番観光してたと思います。あのだって大阪行った日はそのまま公演だったんですけど、公演した次の日、あ、公演した後あの心斎橋とか、あと道頓堀で串カツ食べたりとか、次の日も串カツ食べて、で心斎橋でお買い物したりして奈良公園行って、で次の日東大寺行ったりとかしてめっちゃ楽しみました。私5回しか出れなかったんで学校の都合で、そうめっちゃ串カツ美味しかったです。鹿にね頭突きされたりとかしましたね。そうで面白かったのが、その結構ホテルからあの東大寺までがちょっと距離、歩くのには距離があって電車とかでも行きづらい場所だったので、あの3人で割り勘してタクシーに乗ったんですけど、あのそしたらなんかたまたまあの呼んだタクシー号で呼んだタクシー、最初エリちゃんの携帯で呼んで次私の携帯で呼んだんですけど、たまたま同じ運転手さんだったのでめっちゃ偶然。なんか奈良のでも鹿はあの一応神、一応とか言ったら失礼か、神様の使いらしいですよ。うん、一応とか言っちゃ間違えた、普通にうちの近所は熊谷、怖っ、タヌキくらいしか見たことないですね埼玉は、野生の動物って言えば。淡路島に鹿で鹿に遭遇、淡路島に鹿いるんだ。モカとか噛まれてましたよ鹿に。ガブって野生の動物はね、猿とかはね見たことあるんですけど、千葉にはクマいないの？奈良の鹿赤信号、え、本当に？本当かよ。鹿せんべい持ってると、そうあの朝ね早朝に行ったからもあの観光してる人が全然いなくて、だからそう結構分散されるはずなんだけど昼間とかは鹿がね、でも今日は学校痛い、眠いです。うん、キョンがいるのね。埼玉にカモシカいるましたっけ、わかんないですね。うん、授業はねちゃんと受けたんですよ。私も今日学校だった、お疲れー。授業中あんま寝ないかな、
ラビアの話、あ、そうだ、明日ビッグワンガールさん出ます。サフさんとユイジさんが表紙で、あのサフさんユイジさんのポスターもついてくるんですけど、なんとそこに一緒に乗らせていただくので、いやー楽しみですね。あのぜひ私のファンの方はもちろんですけど、サフさんユイジさんのファンの方にも見ていただけたら嬉しいですし、結構ねこの前ビッグワンガールさんの水着は可愛い感じで、なんか髪型もちょっとおしゃれな感じで、あ、タケポンありがとう、元気？そうでね、あの結構なんかなんリゾート感のある感じだったかな。いつ頃撮影したの？ね10月の頭だったかな、そんな気がします。今日は日本文化の授業がありわびさびについては難しいよね。なので明日ぜひ皆さん書店へ行こう。今日の髪型をお団子してますよ、適当適当ねでもなんか結構可愛い感じでやってもらいました。お楽しみに。で次もう一個グラビアがあるんですけど、そっちもぜひ、まあ後々告知するのでぜひ楽しみにしてください。え、ビッグワンガールもう配達完了に、もう届いてる方もフラゲしてくれてる人もいるんだね。ふむ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 。10月に水着は、いや10月に水着はそんなに寒くなかったけど、いつやったっけな、いやでもねそんなに、寒くなかった気がします。その後にやったグラビアの方が結構寒くはなかったけど、ちょっと肌寒かったぐらいですね。冬一番ねきつかったグラビアはね、あー、あの3月ぐらいに発売されたシュープレさんでグラビアやった時は、雪降ってたんですよ。関東でも雪降ってて、神奈川鎌倉の方で撮影だったんですけど、雪も降ってたしマジで寒くって、で外に行かなきゃいけなかったカットもあって、結局多分使われてはなかったんですけど、はい、めっちゃ寒かったです。でも実際にあの住んでらっしゃるお家をあそこは借りて撮影、なんか住んでるけど貸し出してるよみたいなスタジオで撮影させていただいたんですけど、そこのお宅になんか近代的な暖炉があって、めっちゃ部屋の中はめっちゃ暖かくて、で路面電車も見えるんですよ、あの江ノ電も見えて窓から、めっちゃいいロケーションでしたね。ただ見てた方わかると思うんですけど、ピンクのトレーナーにデニムのスカート履いた衣装で海に行く予定だったんですけど、ちょっと雪であんま行けなかったんで、のがちょっと心の声だったんですけど、あとはヤンジャンの時もめっちゃ寒かったです。3月の千葉の海で撮影したんですけど、撮影順がその室内の後に温泉入って、温泉の後に外の海だったんで、めちゃくちゃ
逆だったらよかったんですけどね。寒かったです、さすがに。でもちょっとね、またグラビアがあるんですけど、そっちは11月の、中旬くらいに。絶対寒いですよ。でも2月とかの方が寒いかな、きっと。寒さには強いね。どうなんだ。いや、あのね、そのどうしてもそのホテルのロケーションがホテルとホテルだったね。でホテルの温泉が使える時間が3時までとかで、ちょっと海のあとは厳しかったので、はい、寒くて風邪ひきそう、ハート、間違えてハートにしちゃう、起きる。寒い中で、ね、鳥肌立つけど、まあ編集で結局綺麗にしてくださるからそんなにあれですけど、結構大変です。だからあの冬の撮影とかは、真冬の撮影とかは逆に沖縄とか行って撮られる方が多いので、夏に沖縄とかっていうよりかは、多分グラビアは冬に沖縄行ってらっしゃる方の方が多いんじゃないかなと思います。私は関東圏外をグラビアで出たことがないんですけど、そうらしいです、岩さんに聞いたのはね。こんばんは。関東系グラナル受け、そう、雪国で撮影したい。そうだね、でも寒いよ、ね、おかしいでしょ、雪の中水着って。雪の中水着ってもうちぐはぐすぎるよ。ただでさえ室内で水着も意味わかんないんだから。申し訳ないけど、よくよく考えたら室内で水着もおかしいんだから。海で水着がね、一番納得できるからね、正直な話。ムーンストーンさん、ありがとうございます。和室に水着もね、結構難しいロケーションだからね。まあそのロケーションを皆さんが見たいかっていうよりは、多分水着を見たいからね。あんま多分水着に注目しちゃうから、人間っていうのは。だからあの、まあしょうがない、人間だから。それはでもよく考えたら面白いよねっていうことですよね。うん、わかんの。いや水着でねご飯食べてるのとかめちゃちょっと面白いからね。うん。まあだから室内でね、ランジェリーとかはわかるけど、まあランジェリーはグラビアではやんないですよね、あんまり。水着、あのランジェリーとかはあの写真集とかで定番のイメージ。あれ、ああいうのはだからし、わかるじゃない。室内でランジェリー、まあ、あの服脱いじゃったんだなみたいな感じですけど、水着って言ったらねちょっと面白い、ね、室内で水着。そう、水着で私めっちゃ食べさせられるんですよね。高確率でなんか食べます。
あ、でも明日のは食べてないです。でも次のやつは食べてます。セカンタンさんありがとう。食べキャラが食べキャラなんだ私って。私って食べキャラなんだ。いや、なんかポテトしか食べてないよ。そんな別に食べることがまあ好きだけど、そんな食いしん坊ではないと思うけど、うん、焼き芋が似合いそう、それは。うん、ショールームでね、前よく食べてたけど、もうなんか家でご飯食べる時間にいることが全然なくなって、なんか結構ほらリハとか夜遅いとその前に食べちゃったりとかするんで、まあ食べるのは好きですけどね。うん、そう、この前めっちゃ美味しいうなぎ食べたんですよ。いや、制限はあんましてないですね。あの、そんなに太りやすい体質じゃないので、逆に制限するとガリガリになって、なんかキモいんですよ、その全体の体を見た時に。私の家ってそのお風呂出てわらって開けたら、ここ真正面にでっかい鏡があるんで、そこでいつもなんか自分の体を見るんですけど、あんまりガリガリだとね、あの需要悪いんです、需要がないというか良くないんですよ。だからガリガリダメ、健康的でメリハリのある体が一番、まあ自分の理想なんですけど。だから結構ね、食べないとすぐ痩せちゃうので、逆にちゃんと食べる、バランスのいい食事をとるようにしてますね。ただ私はむくみ体質なので、あのなるべく塩分とかは前日とか取らないようにしてますね。あとは私は体型維持っていうよりかは、まあ、体型維持は AKB にいたらたくさん運動するし、私学校も行ってて毎日歩いたりしてるんで、まあ勝手にできるんで、あとはちゃんと朝昼晩、まあ朝と昼は一緒なんですけど、いつもちゃんとバランスのいい食事をするようにしてますね。私コンビニはめったに食べないです。コンビニは添加物が多いのとコスパが悪いんですよね。あとは結構好きなものばっか買っちゃって食事が偏りがちなので、基本的にはお家のご飯とか、あとは逆にもう外食行っちゃったりしますね。外食に行ったらちゃんあの、まあ、その場で食べるので、そこまで添加物とかもコンビニよりかは入ってないと思いますし、ちゃんとバランスよく食べれるので、外食行った方が逆にバランスよく食べれるので、とはね、そう、コンビニはあとねコスパが悪いです。ちょっと高いので2個くらい買ったら1000円いきませんか。そうだから、まあ私あんまお菓子とかも食べない、お菓子があんま好きじゃないので、ご飯の方が好きだからお菓子とかも食べないですね。
あとは何だろう、お風呂はちゃんと毎日浸かるとか、ちゃんと寝るとか、スキンケアにはめちゃくちゃ30分ぐらい時間かけますけど、それぐらいですかね。コンビニはね、ほんとアイスぐらいしか買わないから、アイスもそんな結構な頻度で食べるわけじゃないから、あのちゃんとね、あ、嬉しい、同じスキンケア買って嬉しい。そう、あのね、いつも使ってるスキンケアがあるんです。ずっと使ってる。で、アイスって逆に寒い時の方が美味しくないですか？なかなかよ。お、ログッチさんのさ、アイコンがめっちゃお餅みたい。まあ実家暮らしなんでできるっていう部分はあると思います。私多分一人暮らししたら買うのももったいないし、作るのもめんどくさいってなってご飯食べなくなっちゃう気がしますね。今日寒いよね。マジで寒いと思う今日。ちょっと今何時か教えてもらっていいですか？レンちゃんありがとう。45か。あざーす。ね、あ、でも私コンビニのおでん結構好きで、ファミマのおでんが一番好きなんですけど、おでんで好きな具は大根と白滝とこんにゃくです。大根と白滝とこんにゃくが一番好きです。あ、ロールキャベツも美味しいよね。もう大、え、もうおでんって始まってましたっけ？でもおでんってなんか最近やってるとことやってないとこあるから、近くのファミリーマートで、まあね、最近おでんやらなくなっちゃったんで行ってないですね。あ、もうおでん始まってるんだ、早いわー。鍋はね、めっちゃいろいろ好きだよ。鍋はいろいろ好きですけど、そう、鍋めちゃくちゃ好きなんで、毎日鍋で、鍋って本当に良くて、鍋っていうのは野菜もいっぱい取れるし、まあ、お肉とか入れたらタンパク質、魚とかも入れれますよね。タンパク質も取れる。で、あ、体温まるから、温まるし、なん、どんな味にも対応できるて、何し、何、何、おでんってもつ、おでんじゃない、鍋ってめちゃくちゃ作るの楽なんですよ。もう水に野菜入れて、てか具材入れて、水入れて温めたら終わるんで、もうめちゃくちゃいいんですよね。のそう、だから残った具材とかを、私ん家だったらうどんとか、次の日うどん、煮込みうどんとかにしちゃうし、残った汁とか具材とか入れて、鍋はね本当にいいですよ。健康にもいいですかね。鍋のね、なんか特別感とかもありますから。
鍋はおすすめです。火鍋行ったことありますよ。こんばんは。すき焼きとしゃぶしゃぶ結構好きなの。しゃぶしゃぶも私結構好きで、めちゃくちゃ具材入れちゃうかも。しゃぶしゃぶ大好きだよ本当に。しゃぶ用とか未だにめっちゃ行くもん。コスパいいしね、しゃぶしゃぶって。野菜も取れるのに3食しゃぶしゃぶってめちゃくちゃコスパ良くないの？めっちゃ安くない？安いしお腹いっぱいになるし、野菜いっぱい食べれるし、お肉も食べれるし、ご飯も食べれるし。いや、しゃぶしゃぶ行きますよ、めっちゃ。あ、吉野家で好き鍋、牛すき鍋でね、でも大変なんですよ。重たいんですよ、牛すき鍋って。鍋のまま、ちっちゃい鍋と、こういう火つけてこういうのに入れて持ってかなきゃいけないんで、めちゃくちゃ重たいです、牛すき鍋は。でもめちゃくちゃ美味しいですよね。でもね、めっちゃ美味しいですよ、吉田屋の牛すき鍋。多分今あると思うので、ぜひ食べてください。めちゃくちゃ美味しいです。あとはバイトしてたんですよ、高校2年生の時、吉野家で。こんばんは。皆さん、牛丼屋とか行きます？私実はね、牛肉あんま好きじゃない ないんですよ。舌がね、庶民舌なんで、バカ舌なんで鶏肉豚肉の方が好きなんです。牛タンは好きだけど、牛肉が結構あんまり好きじゃない。でも結構いいお肉とかでも牛肉よりは豚肉の方が好きなんです
ラム肉は美味しいとこは美味しいですよね。ただやっぱ場所によっては臭みがあるところとかもあるんですけど、私が北海道で食べたジンギスカンとかめちゃくちゃ美味しかった。じゃあそろそろ それやランキング読んで帰ります。朝まで月あたたたたた。テルオさん13位、テルオさん12位、ムーンストーンさん11位、オノピーさん10位、ゼンジロウさん9位、次男さん8位、ともみどりさん7位、ひかりさん6位、しおりちゃん5位、はるるんちゃん4位、きくちゃん3位スイカの種さん2位タケポン1位ササヤジー、ありがとうございました。お家帰ります。明日も次元から頑張ります。はあ明日はあやばい、はあ明日はグラミア発売されるのでぜひ皆さん買ってください。ゲットしてね。よろしく頼んだ。じゃあねー。